東京スカイツリータウン、東京空町隅田水族館隅田。水族館は、東京都隅田区押上1-1-2の、東京スカイツリータウン、空町5階と6階にある水族館。2012年5月22日に開業した。クラゲ、チンアナゴマゼランペン銀水槽水槽のレイアウトを、手掛けたのは、株式会社アクアデザインアマノのアマノナオ。 水を取り巻く自然の生態系を経営5つの水槽に凝縮されている。墨が水族館で生まれ育った約14種700匹のクラゲを展示。2020年7月の大規模リニューアルにより、新しくなったクラゲエリアでは、赤クラゲやタコクラゲなどを展示しているほか、長径7メートルの水盤型クラゲ水槽、ビッグシャーレでは、約500匹の水クラゲをアクリル越しではなく、上から、 直接眺めることができる。続くラボではクラゲの飼育設備や生態になるまでの成長過程、繁殖活動を観察できる。2015年1月に常設化した万華鏡トンネルではクラゲをテーマとした映像、照明、音楽、アロマで空間演出を行っている。開館当時はスカイツリーの高さ634メートルと同じ。 数の634匹のチンアナゴとニシキアナゴを導入。2014年10月10日からはホワイトスポッテッドガーデニール。2020年9月1日時点全48パージとイワシを与えており、特にイワシを好むペンギンたちはアンチョビーズと呼ばれている。2020年4月下旬にサンバの赤ちゃんが誕生。日本で時代を超えて愛されてきたものにちなみ、それぞれお餅、 お米、きなこと命名された。住田ペンギン総関図2023章。2019年10月、15話のペンギンたちが、よその水族館に引っ越しした。上記は卒業したペンギン。ペンギンたちのエピソードは、住田水族館公認ガイドブック、飼育員だけが知っているペンギンたちの秘密及び、公認フォートストーリー、恋するペンギンに詳しい。江戸子、江戸っ子は、 2018年11月21日、くちばしに、キッスでデビューした、アイドルペンギニユニット。墨田水族館で生まれた14話から11話が、選抜され、初代センターを決める、ラブ推しペン総選挙が、インスタグラムのフォローと入館者及びカフェでの推し、ペン応援メニュー購入者による直接投票で、同年10月1日から11月18日まで、開催された。 風切霧,霧、古鳥鎮太鼓ワッショヤンコ祭り発表、あ安ま暗密花火屋内開放型のプール水槽で、全4棟の南アメリカオットセイを見ることができる。オットセイトンネルをくぐると泳ぐ様子を見上げられるように、設計されている。オットセイタイムでは、展示水槽周囲のスロープを飼育スタッフと共に歩き、すぐ目の前で見ることもできる。 水槽内の白ワニ水深6メートル、水量300トンの水槽は、世界自然遺産の小笠原諸島の海を再現しており、マダライや南イスズミ、六千スズメダイなど、約50種450点が飼育されている。小笠原水槽内で飼育されている、水生生物はすべて、小笠原諸島周辺の海域で捕獲された個体である。この水族館で飼育展示されている、 オスの白アには、小笠原近海の個体で国内で飼育されている、唯一の日本近海で保護された個体である。長岡技術科学大学と体制建設が開発した海水浄化システムにより、この水槽を含め、総水量700トンの大半を人工海水のみで運用し、海水の入れ替えは計算上は1%以下となるという。江戸をテーマにした金魚展示ゾーン。 エドリウムは2016年7月1日にリニューアルし、江戸時代から愛されてきた金魚23品種を展示している。日本動物園水族館協会加盟館の常設展示としては、日本最大級の全長100メートル、約1000匹の金魚を展示している。ありがとうございます。